こちらが新たに登場したシルク風呂。名前の通り純白で綺麗な白色をしています。で、温泉は気持ちいい。このね、シルクという名前の通り滑らかな肌触りです。でも、こう手に入ると透明なんですよね。不思議。今年4月にリニューアルオープンした奥津温泉にある日帰り温泉花美人の里です。新たに登場したこのシルク風呂がお客さんに好評なんだそうです。こちらのシルク風呂、はい、見た目がとっても綺麗ですよね。そうなんです。見た目もすごく乳白色で、はい、いいと思います、はい、どうしてこんな白い色をしているんですか。ですね、すごく小さな泡を発生させる装置を装備しまして、はい、その細かい泡が白く見えるんです。お客さんによっては牛乳を入れてるんじゃないかとよく言われるんですけど泡なんで、はい、ちょっとシュワシュワ感もあって、すごくマッサージ効果もあると言われてるんで、はい、美人のね、はい、花美人という名前もついてますから、はい、美人になれる気がしますよね。いや、めっちゃなります。もっと美人になりたいの。そりゃそうですよ。ごめんね、他にもリニューアルしたんでしょ。大浴場のタイルや浴槽の交換、玄関ホールのカーペットを新しくするなど、より清潔感あふれる空間作りに取り組んでいるそうです。僕も美人になりますね、はい、気持ちいいですね。ちょっとシュワシュワ感が感じられると思うんですけど、はい、あ、素敵、癒されます。ありがとうございます。僕も癒されました。近くには岡山を代表する紅葉の名所として知られている奥津渓があり、まさに今から紅葉の見ごろを迎えます。